やっぱり変だよね。バレた？変だよね。男をさ、好きになっちゃうのってさ。先生？バレたのだろうか。僕が。いや、ありえない。塩津君、ふざけたこと言ってないで、暇だったら早く帰んなさい。ふざけてないよ。ふざけてんだろう。先生そんな趣味ないから。先生の話なんかしてないよ。俺え、俺俺が好きになっちゃったみたい。男の人。君がゲイ？先生？先生？先生？神はいる。この道に入って早10年、いい出会いなんか一つもなかったこの僕に、神は素朴な少年との純愛を用意してくれていたとは。先生。おお、塩津君、やっぱキモかった。相手は僕か？恥ずかしがらないで。僕なのか？塩津君、話してくれないかな。はつかり君。そうかそうか、やっぱり。隣のクラスの、わかる？でさ、気持ち伝えようと思うんだけど、どうかな？先生？なんか言ってよ。してみたら？気持ちちゃんと伝えてみたらどう？僕は知っている。ハツカリ君、みゆきと付き合ってるって本当？え、マジで？みゆきのどこがいい？ハツカリはのんけ。塩津の告白は実を結ばないだろう。塩津、ダメだった。僕がいる。僕が君を幸せにする。
先生。しおつ。最低。本人が告白したいって言うんですよ。うまくいかないの分かってんでしょ。つまりそれは恋に破れた心の隙間につけ込むってことでしょ。傷ついた心の支えになりたい的な。そこまでして相方が欲しいの。誰だって幸せになりたいでしょうが。逆だ、切るわ。欲しいよ。遅くなってごめん。何話って。しおつくん、何やってんだ。僕このあと生徒会の会議なんだけど。さっさと言わないと。ごめん、行くね。話まとまったらまた呼んで。好きだ。スカリ君のことが好きだ。スカリ君、気安く名前呼ぶなって。はっきり言うね。キモい。超キモい。だよね。へこんでる？まさかうまくいくなんて思ってないよね。そんなことないから。普通ないから。そんなこと勘弁してよ、マジで。あつかりのやつ、野郎に告られてごめんなさいしたらへこまれて結構迷惑。もう少し優しさがあって叱るべきだろうが。ごめん。二度としないで、こういうの。
塩津くん、君が受けた痛みきっちりこのバカに返してやるからな。そしてそして僕が君を。お疲れくん、聞こえてたんでしょ何のことかな、さっきの聞こえてたんでしょ誰にも言わないでくださいね。僕も言わないんで。さすがにちょっとかわいそうだし。勇気ありますよね、あいつ。校内中でキモいとかうざいとか言われるかもしれないのに、告白とか。僕が君を。塩津くん、ダメだった。泣いてもいいけど。泣かないし。予想はしてたけど、やっぱきついね。はっきりキモい言われると。ごめんな、先生焚きつけたから。本当だよ。マジにしないで。分かってたし。塩津、うまくいかないだろうなって。本当、ごめんな。幸せになるってさ、意外と難しいね。二人で笑ったり、手つないで歩いたり、ジュース何にするかで喧嘩したり。俺が欲しいのはそういうごくごく普通の幸せなんだけど。難しいね。難しいよな。